皆さん、こんにちは。突然ですが、CRNA、認定麻酔看護師という職業を聞いたことがありますかアメリカでは、この看護の専門家が年々大活躍しています。Certified Registered Nurse Anesthetist、略して CRNA は、Nurse Practitioner と同様に、高度実践看護師、Advanced Practice Registered Nurse、略して APRN の一種で、 その活躍の拡大と仕事のやりがい、またお給料の良さで最近特に注目されています。今回はこの CRNA というアメリカで大活躍中の看護の専門職についての5つの事実についてお話ししますので、ぜひ最後までご覧ください。 私はアメリカ・ハワイ州にてナースプラクティショナーをしている三浦美希ですそして JANP プロジェクトという日米看護教育プロジェクトの代表もしていますこのチャンネルではナースプラクティショナーをはじめアメリカの高度実践看護師や看護の専門家についてまた海外留学の成功法についてなどさまざまな動画を毎週日本時間月曜日に配信していますので。 ぜひチャンネル登録とベルボタンのプッシュをお願いしますでは早速本題に行きましょう一つ目のポイントはアメリカでの麻酔看護師の歴史は実は150年以上あるということです日本にお住まいの方は CRNA 認定麻酔看護師という言葉はあまり聞かないかもしれないんですけれども実はアメリカでは麻酔看護師の歴史は150年以上あります 看護師が初めてアメリカで麻酔医療を提供したのが1800年代に起きたアメリカ市民戦争中の戦場でした。ちなみにこういった背景があって今ではアメリカの軍隊であの提供される麻酔医療はほぼ CRNA が提供しています。1956年には CRNA は医師の監督がなくとも自立して麻酔医療を提供できるようになりました、まあ、つまり州によっては監督が必要な州もあれば州によっては医師の監督がなく自立して麻酔医療を提供できる州もあるということです第二の点は CRNA の業務内容についてです CRNA は麻酔医療に関するさまざまなケアを提供します それは事前に患者さんと話したり患者さんのカルテや検査や画像診断の結果を検討したり担当の医療者と、まあ、あの手術する外科医など担当の医療者と話して安全に麻酔が投与できるのかを判断また麻酔投与のプランを立てることから始まります。そしてて麻麻酔酔について麻酔の近畿 また副作用についてや回復の過程について患者さんに分かりやすく説明します。は、甲膜外麻麻麻酔、酔、酔脊髄神経ブロックななど、さまままざを提供します。そして手術中は患者さんのバイタルの観察をして麻酔の量の調節そして呼吸の管理をします。3つ目の点は「crna の独立性」についてです。 私の職業であるナースプラクティシャナーと同様に CRNA が薬を処方できるのかそして医師の監督がなく自立して医療を提供できるのかはそれぞれの州によって異なりますこの地図は CRNA の処方権についてのそれぞれの州の規制について示していますが水色の州が CRNA が完全に独立して 薬の処方ができる州で、ピンク色の州は、提供する医師や他の医療者との同意、もしくは監督がないと薬を処方できない州です。代わって、このマップでは、CRNA の独立性について、それぞれの州の違いを示しています。まあ、先ほどとあの似たように、水色の州は CRNA が完全に独立して診療できる州で、ピンク色の州は。 医師や他の医療者との同意や監督が必要となる州です四つ目のポイントは CRNA のお給料についてです2021年5月時点での CRNA の全米平均時給は97ドル34セントで平均年収は20万2470ドルです 現在は1ドルが135円、まあ、ちょっとフラクチュエートしますけれどもなので日本円に換金すると時給は1万3100円ほどそして年収は万円以上となります。ちなみに最も高収入な州はアラスカ州コネチカット州ニュージャージー州イリノイ州そして西バージニア州です。 毎年出されるベストヘルスケアジョブのランキングでは第8位であるのも納得です。5つ目の点はこれからの活躍についてです。アメリカでの crna の活躍は年々拡大しています。特に過疎地における大多数の医療機関では麻酔医療は crna によって提供されています。でこの理由としては アメリカでも高齢化が少しずつ進んでいるのとそして外来手術センターやクリニックにおける外科的手術の数が増えることによって CRNA への需要が増えていますアメリカ労働局によると2020年から2030年の間 CRNA の雇用は12.6%拡大すると予測されていますもし麻酔ケアに興味があり そして自立して責任のある仕事をしたい方には看護のキャリアとしていい選択かもしれません皆さんこの動画は面白かったでしょうかこのように魅力的な職業の CRNA ですがじゃあどうしたらなれるのかさらに詳しく CRNA について知りたい方はアメリカで実際に CRNA をしているあの方まあ私の友人なんですけれども を招いてゲストに招いて行ったオンラインセミナーがオンデマンドで見れますのでもしよかったら参加してください詳細は下のリンク下にあの記入しますまた今後の動画で取り扱ってほしいテーマなどリクエストがありましたらコメント欄にお願いしますでは see you next time。